ただいまご紹介いただきました京都府立奥徳院高等学校小島でございます。本校パナソニック教育財団の特別研究指定校、高校としては初めてということで2年間取り組ませていただいたわけですけれども、最初に本校の ICT 環境についてご説明させていただきますと、ご覧いただいた通りですけれども、特にすべての普通教室にもうすでにプロジェクターとスクリーンが入っておりましたので、先ほどの小学校の説明にあったと思いますけれども、いつでもどこでも ICT 環境を使って授業ができるということでありました。またパナソニック教育財団からの援助もいただきまして、授業用のパソコンも増やすこともできましたし、また教育委員会からの援助もいただきまして、 iPad も入るというような形で京都府の中ではかなり恵まれた ICT 環境になったということでございます。そういう中で特別研究指定校として高校初ということでしたので、何をしたらいいかということがまず課題としてあったんですけれども、ともかくたくさん使っていこうと、でいろんな学校にも普及していこうということで、前に出させていただいた形で、特に毎月1回公開授業を行いまして、2年間で18回の公開授業をやることができたということでございます。これは実践事例なんですけれども、これはスポーツ概論という事業、本校はスポーツ健康科学科という京都府で唯一の体系の専門学科がございまして、そのスポーツ概論の事業の中でも教員が自作のパワーポイントの教材を作って講義を行ったと。それからこれはデジタルとアナログの融合ということで、国語科の先生がどうやったら ICT 使えるかということの中で、特に古典とか漢文なんかで本文を黒板に書いているとなかなか時間が足りないということもありましたので、思い切って本文を写してその行間にやりたいことを説明したいことを書いたらどうですかという話をしていく中で、こういう形で活用されているということで、この活用によって以前でしたら例えば1年間で10の教材しかできなかったのが15やることができて、またいろんな復習とかもできて、非常に時間の効率化ということは非常に良かったということを近藤先生は言っておられます。これは数学の事例なんですけれども、数学ではなかなか空間把握が難しいということもありますので、こういう形で図を投影しながらいろいろそのパワーポイントの中でいろんな動くアニメーションとかそういったものを使いながら分かりやすくやっていくというような事例でございます。これは科学の授業なんですけれども、これは演じ実験なんですけれども、なかなか演じ実験というと生徒の注目が集まりにくいということもございましたので、これはビデオカメラで実験の様子をスクリーンに映しまして、生徒に理解を求めると、で実際の実験に入って実験の手順なんかも示したりしながら実験に入るというような形でもこれ活用している事例でございます。それからこれは生徒の活用ということで、先ほど言いましたけれども、本校かなり生徒も、ICT の活用能力がございまして、社会とか理科では研究発表というか課題研究の中で生徒が ICT を使って自作のパワーポイントの資料で発表したりとか、あるいは特にスポーツ健康科学科の生徒たちはこういう ICT 活用の授業もありますので、本校にダートフィッシュという動作解析ソフトもありまして、自分たちのやってる例えば陸上の子でしたら自分たちのフォームをずっとビデオで撮りまして、それを解析をして、例えばウサイン・ボルトと自分はどこが違うかとか、そういったことも同時に比較をできるような、そういったソフトもありまして、そういったもので研究を深めていた成果を1年間のまとめとして2年生に発表するんですけれども、こういうことで生徒の ICT 活用も進めているということでございます。それからこれは理科の生物の先生なんかは実物投影機を使いまして、アメンボを映しながら、その授業を進めるというような形でのものでございます。これは世界史の事例ですけれども、これは資料集を今までですと資料集見なさいと言ってもですね、
生徒が本当に見てるかどうかを全員点検できずにですね、あるいは資料集忘れたというやつも生徒もいまして、なかなか授業が当日的に進められなかったんですけれども、資料集を大写しにしますと、まあ、生徒の注目も集められますし、ちゃんと顔を上げてみなさいと、で、説明したことを、あと家に帰って、資料集ちゃんとここを見ときなさいというようなことでの指示ができるということで、こういった活用もあると、それこれはリーディングの授業ですけれども、これは本文を投影いたしまして、英語科では結構デジタル教科書の普及が進んでおりますので、こういったデジタル教科書なんかも使いながら進めているということでございます。これは体育の授業なんですけれども、これは iPad を活用しまして、各自のフォームを投影して、各自のフォームをチェックし、で成功例失敗例を発表させて、でその中で成功例をみんなで学んで、最後もう一回やっていこうということで、これは剣道の新聞切りというやつを事業化したものですけど、こういったこともやらせていただきました。それからこれは小学生に出前授業をするということで、陸上部の生徒たちが君もあの子に勝てるというタイトルで、どうやったら速く走れるかというものですね、そういうパワーポイントやビデオを使いまして教材を作りまして、小学校で出前授業なんかも行いました。それからこれが英語のデジタル教科書を使った授業なんですけれども、こういう教材ソフトを使っても授業をやりました。で、昨年11月にはですね、研究発表週間として 1週間で64の授業を公開いたしまして、本当に多くの先生方に来ていただいてできたということでございます。で、今後の課題でございますけれども、一応この2年間の取り組みの中で9割以上の教員が ICT 活用を実践いたしまして、実践をできたわけですけれども、これが定着をしていくかということと、それと生徒自身の ICT 活用を促進をさせたいということと、それから若干進んではきたんですけれども、小学校中学校との連携も進めながら、地域の ICT の拠点校としてできればいいかなということも考えております。最後なんですけれども、なかなか高校でこういう実践を進めておられるの、今回戸端高校さんも研究指定校で来ておられますけれども、なかなか小学校中学校に比べると高校の実践が非常に少ない、その背景にはやはり高校っていうのはどうしてもやっぱり大学入試との関わりがございまして、大学入試学力をどうつけるかということで、言うたらやっぱ ICT 使うっていうのはちょっと手間な点もありますし、本校みたいに環境が整っていればすぐに使えるのかもしれませんけれども、いちいち教室に行ってセッティングしたりとかいうことでなかなか進まない背景もございまして、よく京都府でも言われているんですけれども、よく見に来られた先生方が、ICT 使うと学力向上の関係はどうですかということを問われますので、その辺のことをですね、研究していって、本校の2年間の研究では、割と学力が定位の生徒については英語数学では学力が上がったという指標がございまして、これはテストの点数とかそういうのを見ていくとあるんですけれども、学力上位層の子に ICT を使ってどう学力を伸ばしていくかということがこれからの課題かなというふうに考えております。2年間黒上先生それから堀田先生にはアドバイザーとしてお世話になりました。また教育財団の皆様方にも本当に熱心にご視聴いただきましてありがとうございました。この場をお借りしてお礼を申し上げたいと思います。以上で私の発表を終わらせていただきます。ありがとうございました。